どうも皆さんこんにちは、ピョンです。ハイジです。ヨーヨーです。なんで一人だけ服装そんなダサいかな。ちょっとスーツ家になくて急遽今日の朝買ってきたって感じで、ドレスコードスーツって言うたよね。スーツ言ったんやけど、ちょっとそれはマジでごめんってことで、ちょっとこれはまあ何かの、まあ、借りということで。そうです。何らかの手段で今日たくさん食べるということで、それは今日の企画がこの高級フレンチレストランクラズシーで1万円食べるまで帰れませんということになっております。まあ、僕個人的になんか気になってることあるんですけど、なんかまあ家族とかでよく小さい頃くら寿司に来るじゃないですか。なんかその時なんかまあ大体1回なんかくら寿司来たらなんかいくらポン1個しか当たらんみたい な, なんかそういう記憶があって、まあ確率とか結構なんか気になってたんですけど、まあ、今回1万円ということで。このくら寿司いくらポンなんやないかい。え、ない？あれ？ちょっとマジで？え、あ、カットカットで。はい、よし、くか。もうちょい広げよう。じゃあ、それでは、カットでいこう。ブロッコリーサラダ。ちょっとやっぱり最初は野菜からというか。あよくやる。サンバーグ。編集なんかしよう。メラマン、それまだ腹8分目いってないんだよ。それは嘘かもしれない。大学院の来る。大学院の。の合計金額2785円です。僕の食べた合計金額は3570円でした。僕の食べた金額が3690円でした。3690足す？何倍だっけ？2785足す3750。3750。おお。1万超えた。1万円チャレンジ成功です。いや、結構きつかったけど。マジでしんどかったな。すごい。途中のあのてか最初の絶対さ。ハンバーグが一番きつかったじゃん。あれなかったら変わった。茶碗蒸しとかは意外にそこまで多くなかったし、あの一番でかかったのがこのジュースがマジでちょっとなんか救世主っていうか、口をさっぱりさせてくれてよかった。まあ今回成功ということで、まあちょっとここで。まあ一つこの12,250円ジャン負けで会計決めたいと思います。カメラマンも込みで、だからカメラマンが負けたらカメラマンに戻ってもらう。4人でやろうか、せっかくだから。そうです。実は私ピョンがこのじゃんけんでドッキリを仕掛けていたんですよ。ドッキリをどのように仕掛けたのかを今から説明していこうと思います。はい、今回のドッキリの対象はヨーヨーとなっております。今表示されたのがじゃんけん本番でこのような手を出すとヨーヨーに対して事前に伝えておいた嘘です。ヨーヨーにはカメラマンがパーを出すように仕向けてあるから3人でチョキを出して勝とうと言っておいて、じゃんけん本番でヨーヨーにチョキを出させるように仕向けておきます。今表示されたのが実際にじゃんけん本番で出す手となっております。カメラマンとハイジにはヨーヨーに対して一連のドッキリの内容を全部話した上で3人でグーを出して勝とうねと言っておきました。このような事前工作をして1人負けさせたらヨーヨーはどんな反応するのかというのがドッキリの内容となっております。ではじゃんけんの方へどうぞ。それではジャンケンが負けた人が全ての会計を払うので、でもカメラマンは、はい、カメラマン自身もなんかその3000円ぐらい取ってるから、やだ。カメラマンが負けた時は、まあ、その1万円込みと3000円も出せるからね。はい、それではジャンケンしていきましょう。
最初はグーじゃんけんぽい。あれ？これは。俺の中で今すごい疑問が起こってる。じゃあもう全部ネタバレするかこれ。最初はまずヨウくんを騙そうと思って。俺を？そう。うん、で、あのカメラマンにパー出すように言うから全員で次がそうですよね言って。ああ言った。で実はここで全員でグーを出して負けさせるっていう。そういうことだったんです。そういうことだったんです。なんか違うんだ。俺はなんか。さっきカメラマン騙すみたいな話してたやん、うん、その時俺らがグー出すんじゃなかったかなと思ったやん。違ったっけ。いや、じゃあ、俺が忘れた、単純に。あ、その全員、その、パー出すからこの3人でチョキ出そうっていう、そうやった話してそれで俺がチョキ出すからで、どう伝わったんだ、なんかパーを出すじゃん全員負けるこれ、ドッキリは大失敗ということでいいですか。大失敗やこれ誰が誰を騙しているのか分かんなくなっちゃった。それでは今回1枚企画で1枚225円でチャレンジ成功しました。いや、なんか案外、なんかめっちゃきついかなって思ったら、なんかまあそう、ジュースとか飲みながらやったら確かになんかまあギリギリまあいけんことないかなぐらいのまあレベルなんで、もしよかったら皆さんもチャレンジしてみてください。で、なんかやっぱここってさ、こっちが駅から近いから、そうここは125円やから結構できたっていう。普通やったら100、1皿100円やけど、ここは125円やったから、それでかかった。そう、地方やともうちょっとやっぱりなんかしっかり食わないといかないみたいな。しかもこの店舗ちょっとなんか揚げ物がなかった。サイズメニューになってポテトとかなんかチキンとかがなかったから、結構味をごまかしごまかしいくのが難しかったかな。でもまあ楽しかった。サイドの方めっちゃ死んだかった。楽しかった楽しかったから、なかなかまあない機会でもあったし、ハロウィンの前でこういうこういうのを見てて、別に仮装とかするつもりもなかったから、こういうのでちょっと楽しめたのもあったし、まあでも持ってやりたいかって言われたらちょっと別に行きたくないから、もういいかなって感じ。それではご視聴くださった皆様ありがとうございました。よろしければ高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。